かまず自分が幸せになってほしいと思うのね、はいはい、参加した人たちがなんか事業を立ち上げることによって、はいはい、でそのまず自分がどういう状態にあったら幸せかって幸せのゴールみたいなものをある程度ちょっとイメージ持ってもらいたいなと思うわけ。旅人って自分が旅したいのか旅を広げたいのかって実は全然違うじゃん。みんなは何したいのっていうのを別のクイズ作って、はい、あなたは B タイプあなたは C タイプって自分に気づいてもらいたいなっていう自己評価してもらいたいなとかまず思ってるのが一個あるかな。あまずは自分と向き合うの結構大事だ。なんとなく旅に対するふわふわっと好きっていう子たちが結構多いイメージがあるので、なんか自分の旅とどう関わっていきたいのかを一回向き合ってもらいたいなっていうのは最初ちょっと、ね、ああそれはありますね、うんうん、僕ら旅するように働き旅するように生きるっていうのを一時期すごい言葉として使っていて、うん、まあ実際そうなんですよ、ね、でそれで採用の募集かけると、はい、なんか要はもうほんとさっき大沢さんが言ったことと一緒で旅が好きで自分が旅したい人ばっか集まっちゃうんですよね。で結局話聞いてるとあ旅を広めたいんじゃなくて旅がしたい人なんだなってなってくると、うん、あちょっとうちの会社多分合わないですっていうので、うん、もう断るざるを得ない。うちの会社のメンバーは旅をするんですけどベースは旅を広めるっていうことがやりたい、うんうん、それを仕事を通してやりたいっていうメンバーのほとんどなので、うんうん、まあ当たり前ですけどそういうとこから、ね、まず考えてほしいなっていうところから見た上で自分にとってどれがいいのかっていうまず分けないと、そしたらあなたの先にはこういうビジネスがあるよがハフかもしれないし、はいはい、旅一歩かもしれないし、はいはい、僕はなんかでも本当にオリジナルの気づきをちゃんと持ってるかっていうのをすごく見たいですね。なるほど。感覚値としてこれが豊かだっていう延長線がみんな持ってるんですよ。今までと一緒じゃないなっていうのは多分感覚値今分かってきてるんですよ、はいはい、ただじゃあこれがいいんだっていう部分はここにはもうマーケットもないしなぜですかっていう論理は多分説明できなくなってるんですよ、ね、うん、ここはやっぱその時に I believe because of っていうような文法でなってくるかどうかがすごい重要だなって思います、ね、うん、なるほど、まあ、あくまで愛ですよね、うん、でちゃんと、うん、何信じてんのっていうところにでそこに共感性があるんだったら持続可能なマーケットがあるっていうことになるんですよ、うん、でそれを形にするためのビジネスモデルっていう部分は経験値がある人間がサポートができるし、まあね、確かにそうですよね、まあ、よくあるのが何々版の何々みたいな、そうなんですよ、なんかそこから入るなんとかとサブスクみたいな、はいはいはい、どっかで聞いたことあんなみたいな、はい、あえこれ本当にお前これ作れると思ってんのっていう、どう形にしていいかどう持続可能なモデルにしていいかわからないですって言われた方がその時こういう座組があるんだよとかこっから財源取ってくる方法あるよとか、そうですよね、無事こういうとこ気になるよ、うん、だからこういう見せ方した方がいいよとかこっちは経験値が言える、ただここの最初は僕もそれが悪いと言える ロジックがないし、そこはフラットであるみたいなっていう、はい、それも思想家型なのか、僕もそっち、僕も思想とかすごい好きだからこっち寄りなんですけど、この前セブに留学した子が去年32個の事業を立ち上げました。どれか当たればそれを伸ばしますってやってるんで、いや5個10個なら自分のやりたいの何なのみたいなこれ言いかけたんですけど、32個ってやったらあっぱれじゃないですか。なんかあっぱれですよね。思想とかっていう意味で言うとないんですけど、でもがむしゃらにやった結果の何か度合いが抜き出ると彼は幸せになっているし、いやそのやり方もあんだなみたいな、うん、はい、結局やっぱりやることに一番意味があるというか、うん、なんか構造を、ね、うん、落とすのに一番意味がある、ブツブツ言わずにやってるよ、その彼がすごいのはそこのやるっていうところを最短でチャレンジ、そう、うん、1個だってチャレンジするのも億劫なのに、うん、32個チャレンジするのがすごいってことですよね。すごい、そう、なんかお二人とかってこう起業とかしてほしいとかその辺ってどうなんですか。結構スタンス違うじゃないですか、経営者によって。起業は一アクションでしかないじゃないですか、その達成したいための、そうそう、今の社会におけるペインが何かっていうのが分かってて、それをこう良くしていくために起業という手段を取るっていうのが理解できるかどうかっていうところが判断なので、うん、そうそう、起業がどうかを、うん、っていう問題じゃ ないんだよなっていう、そうですよね、ただその見えてるのになんかいや会社がとかいや家族が死ぬなんとかとか言ってる人がいるんだったら、もう思いっきり書き換えろうとします。飛び込めよってそれが僕の悦ですね。やりたいんだってやってほしいですよね。やりたいんだって、うん、なんか別に僕も企業以外でもいろんなことで、そうですよね、一応代表っていう肩書きはあるけど、はい、言うたら僕はサラリーマンですから、うん、ライフルっていう一部上場企業の中に属していた方が金引っ張ってこれるし、資金調達毎年できるようなんですから、ね、リソースも取れるし、じゃあこれはもう僕の立ち位置を活用した方がいいって思ってる
だけなんで、だからそういったいろんな手段があると思うんですよね。何をまず知ったいかですよね、そこが大切。逆にそこがないと絶対当初思い描いたことじゃなくなるじゃないですか。まあそうですね、もう壁なんて当たり前になるじゃないですか。その時に次のここを出す時ってもう胆汁を絞り出すような状態でこの光を作っていくじゃないですか。ここはね、乗り越えられないんですよ、オリジンがないところに。こうだからここを見ますね。だからそれが前の信念がいわゆる上場企業社長になるっていう高い目標の点だったけど、でそうじゃない時代が来てるんで、はい、別に下でもいい、どこでもいい、置くことはそんなにどこでも重要じゃないけど、ただその一歩目を踏み出した思いの自分の元は何なのっていう、そこが大切にさせたいですね。結構周りに頼る人なんですか、それと結構自分で考えて自分で決める。あ、自分ですね。なんかそんな印象が、最後は自分ですね。僕もめちゃくちゃそうですよ、僕頼るのめちゃくちゃ下手なタイプ。どうですか。もう僕めっちゃ甘えん坊なんです甘えん坊というかコスパ感覚なんですけど、自分で考えてる時間もあるくらいだから、自分の考えはぶつけまくってボコボコにしてもらった方が早いって思っちゃう。で、自分は何にも秀でてないっていうコンプレックスもあるから、秀でてる人に話を聞いた方が得られるものが大きいと思っちゃう。事業プランをね、考えるって時に一人で考えて進める人もいると思うんだけど、僕ねチームでちゃんと作った方がいいアイディアとかいい事業アイデアになる人っていると思ってて、一人でできない場合、要はある思想とかがなかなか持ちにくい時に、まさに小池さん派で、むしろ誰か思想を持ってる人に自分は実動部隊としてその事業をグロースさせたりとか、しっかりとインプラクティス落としていくっていうことをやるのが向いてるってことに気づいたんであれば、思想の近しい人を見つけて、でもこいつこれ足りないから俺手伝おうっていう風に事業のサポートに入る人も出てきてもいいはずだと思ってて、一応今回って50人定員で一人一人ビジネスプラン作って最後ちゃんと実行までいけるといいなと思ってるんですけど、もしかしたらやっていく中で、あれこれなんか一緒かもしれない、別に50がイコール50案件じゃなくてもいい、かもしれない、だし、もしかしたら、なんかこれ、ちょっとハフでやらない、ハフって、なんかそういうのめっちゃいいじゃないですか、とか、なんかそういうものは、なんかちょっと偶発的に生まれてくるかもなとかはちょっと思ったりしてますね、最近。そんなにそこをコントロールしようと思ってないんで。まあ、そもそもテレワークは行きますね。もう会社行かなくてもいいなんて分かってんのに、なんで行かなきゃいけないのっていうのが解放されたっていうのが、俺的にはもう嬉しくてたまんない。10年ぐらいかかるだろうなって思ってたのが、一気にそうですね、前立ちになってきて、これでオンライン授業も行けるぞとか、学校も変える、医療も変える、一気にスーパーシティを作れるぞみたいなことに入ってきたんで、どっちかというと僕はそっちのなんかポジティブな方がすごく多かったです。なるほど。で、ただ困ったなって思った部分だと、方向感はいいんだけど、対象者が誰か分かんないけど、その誰か分かんない第三者を怖がるっていう、世間の目みたいな、こういうムードっていうのは自分でどう変えていいか分かんなかったっていうのは困ってるかもしれない。なるほど。自分ユーザーとかもそうだし、周りの関係していく人とかもそうだし、なんかよく分かんない社会っていうか世間っていう部分のバイアスが意外とかかるなっていう。確かに。本当にあのコロナ脳の人たちがなんとなくこうマスを締め始めてる頃に、そうじゃなくないって言った時の共感拡散パワーの方にこう感動してました。自分だけじゃなかった、この世の中に違和感を持ってる人っていう方が今の話に乗っかるとあるかな。大沢さんで一番辛かったのはどの辺り？辛かったのは、うちはもう明確にでも思い出したんですけど、やっぱ去年のこの4月5月はもう本当にそれまでの1年間の頑張りが全く、なんだろう、振り出しに戻るっていう感じの会員数の減りっていうか、誰も使わなくなったんです、あの瞬間で。サービス止めるっていう話もやっぱあったんです。それこそ世の中の空気も踏まえて、今ハフは止めませんっていうことをわざわざ発信したら、それに対して批判する人いなかったし、やっぱ共感してくれたんですよね。そこから GoTo トラベルの自己支援って補助もあって、うわーって戻ったんですけど、その4月5月の2ヶ月は、もう社内の空気も結構みんな生き生きしてましたね、あの時はね。ただでさえ答えのない時代だったのに、こんなに答えがない。ミーティング、流れですよ。4、5月のミーティングの答えのなさ、やばかったね。どこに行くんだみたいな。そうそう。なんか絶対戻ってくるっていうの分かってるからこそ、なんか生実家簡単に諦められないという
か、ね、絶対戻ってくんだよな、戻ってくんだけどいつ戻ってくるか分かんないなみたいな時のその事業の自分たちがやろうとしてた新事業の切り方、はい、なんかいろいろとこう始めようとしてたことがあったから、はい、赤が流れるわけですよ。そうすると止めなきゃいけないっていうすごい難しい判断をやっぱこうみんなで決めてやっていくっていうのはすごい大変だったな。こう観光旅行とかのね業界にとってはすごいポジティブ、まあ、それこそテレワークの人もそうで、ワーケーションの人もそうですし、めちゃくちゃ僕らの信じる世界には近づいたなっていう思いがやっぱりあるんで、それはすごい良かったですよ、うんうん、なんかびっくりするぐらい経営者の人たち本当にポジティブ。いやそうなんですよ、ちょっと嫌だなって思うから、ね、もうちょっと長いね、ちょっとさチャンスチャンスみたいなこれどうなったら落ち込むのみたいな、そういうのをなんか見ていると落ち込む暇がなかったというか、そして同時にもういろんなメッセンジャーがどんどん立ち上がって、これ来るぞこうなってくるぞみたいな、こっちに仕込みやろうぜみたいな、ピンチの折にすごくチャンスがいっぱい現れてきて、僕なんか本当にイノベーションを起こすのは本当に今だなと、このめちゃくちゃ遅れてる観光業界でやるんだったら今だなって思いでポロネクストも作ったんで、なんかチャンスしかなくてプレイヤーも減ってるし、けど 100% 戻ると市場が戻っていくことに対して今若い人が入ってこなくていつ入ってくるんだぐらいの思いでやっぱいる。だから行動原理は多分変わらないはずなんですよね、これが置き換わる手段は変わるかもしれない、そういう、多分そこを多分捉えることが大切なんだろうなって思いますね、